はい、せーの、アップアップガールズ、カッコカリーでーす。始まった。えい、こんばんは。始まった。今日は月曜日ですか。あれ、毎週火曜日にショールーム放送してんだろ。何年放送してんのよ、先輩。先輩リアルに間違えた。ごめんなさい。そうですね、じゃあ1週間が始まってもう2日経ってるんですかね、今日は。ああ、お疲れ様です。はい、ということで月曜日じゃないから話すこと変わっちゃった。なので今日はね、はい、関根長野から戻ってきたんですけど、まあ、そのお話はまた後ほどするとして、ね、今は話さないっす。はい、そして詳しく聞きますか、ね、はい、はいはいはい、そしてアップアップガールズかっこかり夢の日本武道館まであと133日。ちょっとびっくりマークつけた。そう、サオさん風に言わないと。どうする、もう間もなく120代にね、もう達しますよ。もう7月に入りますからね、あと4ヶ月。7、8、9、10、11、あと4ヶ月ですよ。頑張っていきましょう。ということで、なんだかんだ言ってこのコンビは3回目。意外と多いんですよね。本当に多いんですよ。いつもこの2人、この方と一緒にやるのことによって鍛えられております。そうそうそう、なんか今日方多いんですよね、こっち側がね。なんかついてんじゃないの。なんかいるんですかね。今日関根さん、すごいなんかこっち側がね、すごいな、肩重いし、こっち膝痛いし、俺なんかわかる。なんか、はい、ここら辺にいるんじゃない、映ってんじゃない、見てるから。かわいいのがいいよね、おじいちゃんとかじゃなくて。あ、そうだ、みんなヤッホー、みんなヤッホー。年じゃねって聞ける。もう無難ですよね。年だよ。ヤッホーヤッホーヤッホー。すごい、なんかなんだっけ、ん、アバター、アバター飛べる。アバターこれどうやったら飛ぶんだろう ね。ランダムで飛ぶのかな。これランダムで飛んでるんですか、うん、え、飛ぶボタンあるんですか。アクションがある。あの、アイテムボックスの中で選んでます。へえ、みんな機械詳しいね。東京タワーが、おー、あ、東京タワーがアレクさんから、アレクさんからありがとうございます。いい、梅雨だからさ、本日は何本経つでしょうか。梅雨だからすごいギフトボックスが買える、うん、え、どういうこと、これ変わるの、季節ごとに変わってますよね。え、すごい楽しい。へえ、はい、ということで今日は今日は私関根が MC をしていきたいなと思います。まあ、このコンビやってからほぼほぼ新井さんがずっと司会をやってたんですけれども、まあ関根は久々奇跡の MC がその皆さんの投票で変わるっていう以来の司会なので、そうだね、そうだね。しっかりと今日は投票せずに、はい、関根が最後まで MC をしていきたいなと思いますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで、じゃあタイトルコールいきましょう。せーの、アップアップガールズカッコカリーの戦場カッコカリー。ふい、やった、始まりました。ということで、まずは自己紹介から。ほい、はい、新井まなみと、違うでしょ、あなたからでしょ。年上からと間違えた。年下でやっちゃった。はい、20歳関根あずさと、逆に思い返るの、新井学です。よろしくお願いします。はい、それではショールームの参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。そしてポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールしてください。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してください。はい、ということで、ここで現在のランキングを確認していきたいなと思います。3位、うーん、3位が見えない。これ、名乗って名乗って、なに誰、3位、カモン。3位、3位、和田 J さんかな、これ。和田 J、 あ、うん、お、変わった、変わった、あ、更新されましたね。あ、じゃあ更新された人かな。じゃあ行きます。3位、元弘さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位は、みかさん、みかさん、みかさんですかね。はい、ありがとうございます。お、あ、まだだった、今の、すごい。はい、ありがとうございます。そして第1位は、カズキュン、カッコカリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、アップアップガールズカッコ仮の公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日、うん、火曜日ね、火曜日22時からショールームで生配信ですので、うん、はい、ぜひ生でもご参加ください。お願いいたします。はい、ではここ1週間のアップ画を振り返っていきたいと思います。台本通りです。よくできました。はい、はい、まあ、先ほど、まあ後で詳しく話しますって言ったまずはね、これからいきましょう。あ、セミいった。お、ありがとうございます。じゃあその1000人の方に聞いていただきましょう。まずは今日ね、はい、中野ケンジジットの対面があったそうなんですけど、はい、そうなんです。これはまたなんで、まあ、私は長野県在住ということもあって、はいはい、あの幸せ信州応援アイドルだったり、うん、高見線沿線地域特別応援大使をやらせていただいてはいたんですけど、改めて知事にご挨拶をなかなかできてなかったんですよ、はいはいはい、だからあのちょっとこの機会にあの時間をいただいて、改めてしっかり挨拶を表敬訪問しようじゃないかということで、今回お時間をいただいてあの訪問してまいりました。なのでまあ自己紹介した前にする前に知事からあのちょっと頑張ってくださいっていう熱いエールを受け取って、うん、まあ、そこではもう緊張のあまりヘラヘラしか。いやわかるよ、わかるよ、本当にわかる。うちもさ、あの群馬観光特使の移植式の時に、うん、副知事とご挨拶したから、うんうん、群馬ちゃんに助けられた。そうだよ、すごい助けられる。私も隣にいるアルクマに超助けられたろ。そうすごい、なんかしかも今日知事の前であのダンス踊ってきたの。あららら、らそう、アルクマダンス、まあ、ショートバージョンだったんですけど、フルではないんですけど、結構アルクマに助けられましたね。本当だよね。はい、まあ、でもあのそんな緊張な空間はありつつも、しっかりと知事と握手してきて、うん、ちゃんと応援アイドルだっていうことも認めてもらったので、らら、あのこれから頑張っていきたいなと思います。はい、ね、そう、まあ、この話はここで終わりです。そして、はい、週末は、はい、まあ、今週1週間だからね、戻りますと、先ほど、おととい、先ほどみたいな、おとといと、その前、ん？その前、その前は、はい、ゼップツアーで、25が大阪、26が名古屋だったんですけれども、どうでしたか？いやー、なんか、ゼップツアー 2days だから、うん、どうなることやらって思ったんだけど、うん、でも、すごいどちらも楽しくて、そうだね。そう、名古屋はね、特に忍者が来ましたから、うん、そう、徳川家康と服部半蔵忍者隊にが来てくれて、はい、が来てくれてて、友達みたいになったけど、そうなの、30秒、40秒ぐらいずっとヘッドスピンしてくださって、そう、すごかったです。まさかの厚賀が忍者とコラボして、もちろん大阪もね、うん、もううちら自由にやらせてそうですもらって楽しかったですね、うん、皆さん参加していただけました？ゼップツアーこの週末来たよっていう人、よし、そうの、まだねネタバレ禁止だからね、の、おいて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 見られてた、知ってる、見てた、うん、あっけなくみんなのが強かったけどね、見送り結構思ってたより以上多い方が、そうなんです、来てくれて参加さ、うん、してくださってて、すごい楽しかった、うん、なかなかないよね、こうさあのガチでさ、スタッフさんとさ話してる時にさ、こう見られてる状況、私たちも結構ふわふわしてましたよ、うん、緊張したり、ボスがさ、こう、うん、戦国ちょっと 手やってみてとか、あーっていうのもガチのダメ出しだから、ちょっとここ音気をつけようねとか、だから本当にあれが、うん、本当にいつものリハーサルなので、でいつも立ってライブ見て自分も飛んだりしてちょっと前半しながら見てるから、うんうん、ちょっと記憶ない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、でも公開リハーサルとかだと、うんうんうん、こう何座って落ち着いて見れるから、冷静になって、あ、実はこんなことやってたんだ、俺本番だと記憶ないけどみたいな、うんうん、そういうのも見れるんじゃないかなって思います。で東京もね、見ぐりありますから、7月3日ゼップダイバーシティ東京、そう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 、
今週ですね。ツアーファイナルですね。これです。間違えた。こっちだった。ツアーファイナル。はい、7月3日ゼップダイバーシティ東京にて行われます、はい、そのミーグリもねまだ前売りしてますので、はい、ぜひ今の話を聞いて気になった方はお越しくださいませ。あるしですね、あの、はい、ゼップダイバーシティのチェリーのチケットまもなく売り切れということで、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。今2階席を販売してるんですよね、はい、2階席販売しております。あの2階席からだと私たちもゼップダイバーシティでアーティストさんのライブ見たりしたことあるので、そのフォーメーションとかね、フォーメーションとかね、見れるんですよ、上からだから。だから7人が、まあ、この大きいダイバーシティっていうステージでどう暴れてるかっていうのを見ていただけたらいいなと思いますし、あと武道館のプレミアムプラチナチケット、はい、プラチナチケットも販売されるということで、このプラチナチケットはですね特典たくさんあるという情報が、うん、マジまだ言っちゃダメだよね、本番2分前に入ってきたんですよね、はい、本当に次ね、こういうの口滑るからあんま言わないで、はい、なので皆さんぜひ、あの詳細は金曜日に出るということなので、はい、ぜひ火水木、うん、火水、うん、あと3日待っててくださいということで、はい、私たちからここまでしか言えないので、そうなんです、詳細は金曜日、はい、詳細は金曜日で、それをそのチケットゲットするためには7月3日、うん、ゼップダイバーシティ東京、はい、アッパブガールズカッコカリのツアーファイナルに遊びに来ていただけたらなと思います、うん、よろしくお願いします。本当にファイナルにふさわしい内容盛りだくさんですよね。いやもうスペシャルですよ、本当にすごい。なんか札幌の時からどん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 成長していってるんだよね、うん、レーザーもだし、ちょっとずつ変わってるんですよね、照明もちょっとずつ変わっているので、なんとね、スペシャルゲストも、うん、はい、来ちゃったりするので、あの曲がまさかのああいう、まさかね、あのアレンジになったりとか、うん、もう涙止まらんですよ。いやもうマジハンカチ、タオルとハンカチ別で用意してください。そうですね、うん、あとなんだっけ、スポーツドリンク、あ、スポドリ、ね、スポドリ、これ後半大事ですから、これも後半のあのぶっ通しゾーンは大事だし、大事、もうレーザーがとにかくかっこいい、すごいから、もうビュンビュンなんてもんじゃないから、あのレーザーオタクの方ぜひいるの？レーザーオタクなんているの？演出好きな方いるじゃん。へえ。え、ここにレーザーオタクだって人いる？自分。チャオペラのロビンちゃんがレーザーオタクつけた。へえ。あ、いたいたいた、早速いたわ。レーザーオタク。レーザー好きな人とか照明とかミラーボールとかそういうのが好きな方。へえ。本当に。嘘。自分照明好きだからすっごい。できることなら前から見たい、あ、客席から見たい。いいね、レーザーオタク、いいね、本当にかっこいいのでぜひぜひ、そう、来てください、お願いします、よろしくお願いします。はい、そしてあの忘れちゃいけませんね、私たち岡山晴れの国大使カッコカリ、はい、として活動していまして、はい、門限岡山ダンスバージョン、うん、まだまだ20万回再生目指していますので、皆さんそちらもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてマーナからちょっと、はい、お話があるんですよね。私新井真奈美ですね、あの、うんうん、群馬観光特使というものをやらせていただいてるんですけれども、うん、それの PR、の一環として新井ぐまちゃんというゆるキャラになって活動しておりまして、真奈がね、はい、うん、その新井ぐまちゃんはですね、うん、パーフェクト新井ぐまちゃんとして、あの今年もゆるキャラグランプリ2016に参加させていただくことが決定しました。はい、おめでとう、ありがとうございます。そうで、その新井ぐまちゃんがゆるキャラグランプリで去年は目標としてた100位以内に入れなかったんですよ。なので今年こそは100位以内に入るぞっていうことで、今年は決起集会を7月の22日にあの銀座にある群馬県 の, あのアンテナショップ群馬ちゃん家にて、行うことが決定しましたので、12時半から1時半の間でその決起集会を行いますので、ぜひあのだるまお渡し会っていうのがあるんですよ、あの群馬の。何だるまお渡し会って？群馬は縁起だるまの少林山っていう風に縄文カルタにあるようにだるまがすごい有名で、毎年冬にだるま市っていうものがあるんですけど、それであのこうだるまにね片目こうぐるぐる書いて願いが叶ったら両目を入れられるよっていう、そんな顔じゃないくらいいいからいいから、はい、っていうので、うん、その今回はですね、うん、あの私がサインをさせていただいて、そのだるまを渡しさせていただいたりとか、うん、いいな、欲しい、はい、なんと群馬ちゃんも遊びに、うん、嘘、来てくれるのかな、
ていう。いいな、ぐまちゃんに会いに行きたい。そっちかい。そしてあのですね、パペットアライグマちゃんっていう、そうなんです、これめっちゃ可愛いんだよね、戦利品が登場しまして、そうなんです、超可愛いの。前回のエイリアンツアーの高崎公園で発表させていただいたんですけど、うんうんうん、アライグマちゃんの第4弾グッズとして、ナタリーストアさんから7月から受注販売、またあの昭和裁縫塾さんとのコラボが実現したんですけど、ぜひそちらもね、うんうん、その詳細も4月21 22日に行われる行われる劇集会。アライグマちゃん、もうちょっとね、目尻尾忘れた。あ、それ大事よ。はい、なのであのお知らせブログに、そのアライグマちゃんゆるキャラグランプリ100位以内達成、似てんじゃない、決起集会開催っていうね欄がありますので、ぜひそちらをチェックしていただけたらなと思います、はい、思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張れ。はい、頑張ります。セバマナ台本か台本かこの戦場カッコ仮、はい、の中で一番しんどい企画って知ってますか。あれでしょ、あの戦国さんと関根さんの企画でしょ、あのコメント見てば奪って答える。うん、違う、それは違う、それは森さんのやつ。ああ、森さんの過酷だわ森さんのはちょっといても立ってもらえない、ね、じゃなくて、違う違う違う、ねねね、そっちじゃなくて、あのジェップツアーファイナルに向けて、はいはいはい、あのスパートスパートかける、そうそうそう、スパートかけるためにもあのマーナにも試練を与えようかなと思いまして、ららら、こんな企画を用意しました。はい、タイトルコールどうぞ。季節外れのハイスパートトーク、はい、帰ってきました、ハイスパートトークとは。はい、ハイスパといえば、あの冬が定番、そうですね、本当に毎年にやってます。そうなんです、気になった方はぜひググってもらって、はい、なので今日はマーナにハイスパートトークを体験してもらうため、梅雨という中途半端な時期、中途半端、まあ確かにな、中途半端で降るのか降らないのかどっちかにしてくれるね。しかもなんか台風逃げちゃったらしいですよね、本当に素晴らしいことですよ、それは時期にハイスパートトークをやりたいなと思います。大丈夫ですか。はい、なんとなく噂を聞いているので、ちょっと返すわ。はい、返されました。うん、ということで、あの、はいはい、とにかくハイスパート、ハイスピードかな、意味合ってんのかな。うん、かわいい。そう、先週もそんなこんなの早口言葉、でトークしていきます。こちらのボックスにお題が入っています、はい、そのお題について制限時間、うん、制限時間内にがっちりトークしてください。はい、コーナーの最後には最もこれ聞いててね、うん、コーナーの最後には最もハイスパートだったのはどっちだったかっていうのを皆さんの投票で決定したいなと思いますので、 MVP ですね。はい、皆さんぜひ、あ、ベル取られた。はい、皆さんぜひちゃんと話を聞いていてください。はい、もちろんこの2人といえば、まあ、さっきから話してますが、長野だったり群馬だったり、はいはいはい、でご当地、ご当地キャラクターって言おうとしたね、バレたなりたいけどもなれるのならなりたい、はい、のがあるので、あのご当地ネタも結構今回入ってるそうなので、はい、あの皆さんぜひ参考がてら聞いてみたらええんじゃないかなと思います。はい、それじゃあ行きたいなと思います。はい、じゃあまずマナから。お、いきなり、あ、これ経験して私からやった方がいいのかな。いや、もういいか、あんま変わんないと思うよ。あ、はい、はい、じゃん餃子の作り方20秒。それではいきます。よーい、スタート。肉を叩いてネギ切ってこねて餃子の皮に水つけて入れて包んで焼いたら出来上がりです。雑っ待って、あ、羽餃子作りたいなら小麦粉を溶いた水入れるといいよ。それよー、最後のいいね、最後いい。でも私羽嫌いだけどねおい、ごめんって。でもうちは油あんまり使わないから。おいおい、そうそうそう、いいじゃないか。じゃあ次いくよ。はい、どうぞ。はいはいはい、はい、どうぞ。ででん、あー、これ知ってる知ってる。タラーンの使い方15秒。せーの、スタート。はい、これはあの灯油をあのストーブのこのなんだっけ、灯油のタンクに入れるやつ。これスイッチ一つで動くやつもあれば、これ多分スイッチでやるやつだな、ウィーンウィーンってなるやつ。これ結構田舎には助かるやつ、イエイこれね、そう、これ名前なんていうんだっけ、これ名前何、ポンプ、これ桜咲くの現場でめっちゃ使ってたよね。そうそうそう、寒かった
醤油チュルチュル。醤油チュルチュル。チュルチュル。そんな名前なんだ。でもこれ豆油のやつですよね。ほら当たった。うちあれこれ紫色のウィーンってなる。そう私これ全く同じ色。本当。赤赤。でもこれ去年壊した私が。本当にすごいね。なんかね壊さないで。ここにこけてぶつかってバキって。ドジにも程があるでしょ。持ってる人は分かると思うんだけどここほんと壊れやすいの。いやでもうちも昔はこれでした。でお母さんが今嘆いてる。今年買ってもらってね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ででん、ででん、はい、音楽のジャンル EDM は何だ。10秒いきます。せーのよーい、はい。EDM はエレクトリックダンスミュージック。おで、あのウルトラとかね今やってて、アプガもいつかウルトラに出たいって思ってますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。いいんじゃない、結構これいいんじゃない。すごい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 。エレクトリックだよね、エレクトリックだよ、ね、これドリームじゃないんだ。大喜利で使うか。EDM は何の何の役って。今度ミュージックは分かったけど、はい、じゃあ次行きたいと思います。じゃん、ご当地の隠れた名所。あ、各所じゃないか。名所紹介してください。隠れた名所です。よーいスタート。はい、隠れた名所、私安曇野のわさび農園。あ、いいね。ぜひ来ていただきたいです。涼しいし新鮮なわさびが食べれて、でも新鮮なわさび辛くないんですよ。ただツーンっていう爽快感が走るだけ、本当に美味しい。ぜひ皆さん掘るじゃないね、買ってそれを体験してみてください。以上。お、イエイ。いい感じじゃないですか。いいんじゃない、結構これいい感じじゃない。今回2人どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。皆さんついてきてますか。大丈夫ですか。ででん、わさびソフトクリームなんてあるの。あるある、食べたことないけどね、冒険者じゃないから。ででん。はい、童話浦島太郎のあらすじ20秒、よーいスタート。亀がいじめられてて、いじめた亀を助けたら竜宮城に連れて行かれて、それで宴を見せられて、帰りにお土産もろたと思ったらそれが詐欺で、おじいちゃんになってもうたっていう話。海の声が聞きたくなるやつ。落ちちゃった。歌えないから、歌えないから、歌えないから、歌えないから。またね、 YouTube に上がった時に、ね、音消されちゃうから。そう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 、ね、はい、ごめんなさい。海の声が聞きたくなるやつ。はい、じゃあ次行きます。じゃん、ドラマ桜咲くのあらすじ。これ大事、これ私でいいの、新井さんじゃなくて。いやいや、これチーム桜咲くですから。確かに言葉ですからね。じゃあ1年5組の方だけでいい。1年5組、はい、よーいスタート。はい、この話はまあ、主に5人メインキャラクターがいるんですけど、そのメインキャラクターが学校へ来なくなっちゃった子たち、学校たちじゃない、学校へ来なくなっちゃった子をどうやって学校へ来たら来てもらえるかなと考える青春ドラマです。最後には歌の感動あり、イエイ。これこれ決まったよ、はい、また後で告知するね。はい、ゆっくりしたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、次2000人超えました、ありがとうございます。あ、2000人突破ありがとう。今ハイスパートトーク中です。ででん、ぜひ皆さん楽しんでて。お、関西弁で自己紹介。なんでやねん。はい、よーいスタート。皆さんこんにちは。新井まなみやでーす。ほな、よろしくな。そうな、せや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 な、難しいな、ようわからんわ、みんな教えてな。これ放送事故のやつちゃう。いや、なんか顔に関西弁似合ってるよ。顔に似合う、似合ってる似合ってる、関西弁似合ってたよ。なんかわかんない、癖で出るよね。じゃ次いきます。でで、出たよ、使い方、出た出た、なんだろう、使い方。15秒、これ関根さんち使ってる。はい、使ってねえわ。用意スタート。これはこのザラザラしたところがまあ要するにこれ洗濯機なんですよ。で濡らしまして、ここに洗剤が入った水を溜めて、ガシャ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 汚れを洗い落とすもの。昔の人がよく使ってた、じゃん。なので洗濯だらい。そう、洗濯いた、あ、間違えた、新井さんだった。はい、そう、要するに洗濯機。そう、ばあちゃん昔の洗濯機、ばあちゃん家にあった気がする。じゃあ次、ででん、ででん。なんでこの人、なんかさ、今日さ、下手くそじゃない、うちら。すごくない、なんかこう、なんか童話使い方か、あらすじだよね。童話白雪姫のあらすじ、よーいスタート。悪いママ母から逃走した姫が、うん、森で迷ってある小屋に、立てこもったところ、それが小人の家で、
で小人に助けながら生活する中、ママ母が化けた魔女に、リンゴをもらってリンゴ食べたら死んじゃうっていう悲しいお話です。え、嘘違うじゃん。あれ違うっけ。あ、王子様出てくるわ。王子様出てくる。なんか違くない。眠りの森の美女も入ってたよ途中。入ってなくない。あれ合ってる。嘘。じゃあ多分私が知らないんだけど。はい、で次行きます。え、まだ大丈夫ですか。あらすじとかすごいなんか頭の中で整理するのすごい勉強になる。はい、どうぞ。サメの倒し方、これサボさんに言ってほしい。よーい、スタート。サメが来ましたらまず皆さんこのなんかとんがってる部分を持ちましょう。そして森を左手に持ちます。そしたら頭を一突きでズドン。以上。一緒。手動なんですね。そう、手動です。アナログなんですね、うん、持てなかったら乗ればいいんだよ。乗っちゃうと。そんなルフィ的要素あると。乗って脳天からズドン。はい、次。はい、行きましょう。サオさんだったら聖剣好きっていうだろう。素手。はい、はい、今日の相手に言いたいこと20秒用意スタート。50秒で進むと思うんですけど、関根さん MC 頑張ってください。以上です。以上です。お、もっとないのかよ。ないです。おい、そんなんないです。おい、楽器。今日もナイス茶髪です。はぁ、待って、嘘。終了。事故事故事故、これ一番の事故事故。大丈夫大丈夫大丈夫。余ってる、怒ってる。怒ってはないけど、これいつも言いたいことは言ってるから。まあそうね、基本アップがさ言っちゃうからね。そうそうそう、裏話とか教えてくださいって言って、一番それ難しい。そうです。じゃあ私、あ、はい、最近のハマりもの15秒、よーい、スタート。ハマりもの、もう15秒経つか。最近パックしてるじゃない。何のパックしたの、これ。あ、最近のハマりもの、手ぬぐい。あ、私手ぬぐい集めてるんです今。以上ぜい。そうね、手ぬぐいいつも使ってるよね。そう、手ぬぐいしかも持ち歩いてるよね。うん、本当によく干してある。そう。洗顔で使うからね。よく干してる。そう、あれさ、よく知ってる。そうそう、はい、行きます。干してる干してる。あ、そう、韓国語。あ、そうだ、韓国語だった。ご当地の観光名所を紹介してください。あ、20秒よーいスタート。これはやっぱり世界遺産に、うん、世界文化遺産に登録された富岡製糸場ですね。そうだね。あの、本当に日本の明治時代の、明治維新の当時のままをに残してあるので、ぜひ見ていただけたらなと思うし、その近くにこんにゃくパークというところもあって、あのこんにゃくだけの工場もあるので、ぜひ行ってみてください。こんにゃくいいね。こんにゃく麺とか、うん、こんにゃくのステーキだとか、そういうのがいっぱいあるから、うん、いいいいいい。観覧無料なんで。え、これまだ行きますか。おー、全部言い切ろう言い切ろう。やろうやろう、出し切ろう出し切ろう。てれん。おう、in English、英語で自己紹介お願いします。こっちが喋ってますね。 Hello, my name is Azusa Sekine. Yeah, I'm How old are you? Dangerous. You are dangerous? 20 years old. Okay, okay. Where are you from? I like maguro. Where are you from? Where from? Japan. そこ長野だろ。あ、そうだ、間違えた。長野だろ。大丈夫だった？大丈夫？ギリギリ。はい、次。デンジャラスはね、あの、そこで警察に出されますよ、あれ。デンジャラス。アイムデンジャラス。一番初めに覚えた。はい、デンジャラス。覚えませんよね。ご当地の英雄を紹介してください。英雄か。英雄って何？いける？だから、仙台だと伊達さんとかそういうことですよね。大丈夫？最近した。じゃあ行きます。よーいスタート。そうだね、ご当地の英雄は新田義貞さんじゃないですか。歴史上だと歴史に名高い新田義貞。あの、何時代だっけ、あの安土桃山時代が終わって金閣寺とか銀閣寺を建てた足利義満とか足利義政のご先祖さんです。ふん、分かった、みんな分かった。次ね、南北朝分かんない。あ、そう、南北朝の時代。そう、室町。そうです。まあ、現代だとそうですね、井森さんとか井森美幸さんとか中山秀さんとかですかね。ですかね、うん、ですかね。みんなが通じてるなら。そう、あとモデルの加藤奈々ちゃんも群馬県出身なんで。うん、そうだね。じゃあ次に行きたいと思います。
あ、後醍醐天皇だって。あ、そうそう、そこら辺の。その人は知ってる。あ、人だよね。そこら辺、後で来週喋らそうで。うん。絶対知らないから。後醍醐天皇って人だよね。人。私、よくさ、古墳と間違えるんだよね。後醍醐天皇と古墳を間違える。はい、はい、どうぞ。ご当地の美味しいものを紹介してください。用意スタート。はい、あの、最近私、おすすめしてるのは、うん、山賊揚げ。山賊焼き、それも、あ、そう、間違えた。山賊焼き、そう、山賊焼き。あのね、本当に肉がもう、こう手のひらぐらいの大きさでズドンと一気に焼かれて、すごい美味しいんです。ワイルドな味です。イエイ。香辛料効いてるからね。そう、でもね、作る人によってね、全然味も違うから。いいね。そうなんです。あと2枚、あと2枚なんで、やっちゃいましょう。ラスト1個ずつなんで、はい、てってれん。でも、もっとこう、ご当地のおすすめのお土産教えてください。あー、それ知りたい。でも、いいね。じゃあ行きますよ、はい、スタート。ね、コンビニとかでも売ってるんですけど、高崎駅の旅ガラス、これは定番ですね。あとは、あれ、あの、こんにゃくジャーキー、こんにゃくをビーフジャーキー風にちょっと味付けしたやつです。ぜひつまみになるんで、ぜひあと焼き餅かな、ね、なんとかガラスって何？旅ガラスっていう、こう、なんか薄いパリパリしてる、中にクリームとか入ってる。めっちゃ美味しそう。カラスみたいなのかと思った。これ定番じゃ定番、旅ガラス。でもめっちゃ美味しいよ。だってカラスってついてるから。旅ガラス。はい、じゃあ最後いきたいと思います。お、相手のご当地について知ってることをどうぞ。魅力が全国で下の方。そうです。でも、なぜ最近県の皆さんで魅力度を上げようと頑張っている。そして、美味しいものが多い。何食べたの？こんにゃく。あと、胡椒せんべい。お弁当？お弁当？どこ？あ、鳥兵。兵だけ。鳥兵じゃない。鳥兵。そう、群馬は食べ物が美味しいの。以上。やりきった！イエーイ！この量やりきりました。どうですか？この量をやりきりました。来た。いいんじゃないですか。今回は接戦だったんじゃないですか、ね、これ勝負なの忘れてました。大丈夫ですか？皆さんついてこれましたか？じゃあそれでは、あの、最もハイスパートだったのは誰か、皆さんの投票で決定したいと思います。番号フーだ。はい、はい、何はい、それでは関根が最もハイスパートだったと思う人は1番、新井さんがハイスパートだったって思う方は2番を入れてください。どっこいどっこいじゃん。1回の投票で1人10個までボールが投げられます。それでは投票スタート。 NVH だね。ロストオブハイスパート。いや、関根さんの英語の自己紹介面白かったな。 I'm dangerous。 I'm dangerous だからな。おー、2番が多いぞ、景色的に。うん、ふん、関根も良かったよ。お、じゃあ5秒前、4、3、2、1、ピピーブブーと。はい、ということで、わー、負けた。わー、来たー。私、投票系勝つんです。あー、新井さん58.9%。 いい勝負じゃない。くそどうですか、勝利のコメント。いや、勝ててよかったです。初めての戦い。あとでカレー食べに行こうね。今日食ってきたんだけど、ここ一でダメ。チキンサラダと納豆チーズカレー食ったんだ。夜カレーだ。無理なんだけど。はい、ということで以上、ハイスパートトークでした。はい、じゃあコーナー行っちゃって大丈夫ですか？はい、じゃあ新井さんにパス。はい、ということでまずは私のコーナーから、はい、行きたいと思います。新井まなみの女子力アップアップ大作戦。イエーイ。これ結構皆さんも協力型だよね。はい、そのまま読みますね。台本の通り読みたいと思います、うん、このコーナーは通称クソガキ、かっこだから違うってとか突っ込みつつ、だから違うって、あ、違うか、私じゃないか。違う、言うんだよ。間違えた。フォローしてくれてありがとう。いや、クソガキで。はい、そんな私、新井まなみの女子力、はい、乙女的思考力をアップアップさせるべく、さまざまなシチュエーションで乙女力が高い言葉を皆さんに教えていただくコーナーです。今日のテーマは、喧嘩した後の女子力の高い LINE での一言です。皆さん、どんどん
そう、あの今回からちょっと内容が少し変わって、みんなからこう何コメントを集めて、うん、うちがとりあえずこうバン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 言ってって、うん、その言った中からこれが一番いいみたいなのを決めるっていうコーナーになりました。一個だけじゃ言うのは、うん、どんどん、そうだからセッキーもこういうの良くないって言って、うん、でその言ってた中から決める。オッケー、じゃあ行こうよ早速。よーいスタート。お、急に行くね。皆さんお願いします。コメントよろしくお願いします。ね、喧嘩した後の女子力の高い LINE での一言だって、まあ、喧嘩したんですねきっと。男の人はこんなのもらいたいなとか、こんなの欲しいなっていう手で書いてもらっても全然いいんで、根本を覆が、あのひっくり返しちゃうのですごい申し訳ないんですけど、まず LINE では謝らないよね。まあそうですよね、一番いいのは直接ですね。うん、まあでも何かしらの理由でしょうがない、うん、LINE で謝るしかないっていうのは、でもやっぱごめんなさいだよね。なんだろう、許してにゃん以外でお願いしてもいいですかね。ごめんね、あまりにも好きすぎて逆ギレしてしまう。それはダメでしょ。それはダメだよ。どんな言い訳。面白い面白い。だスタンプはね、うち許せない。ごめんなさいっていうのは申し訳ないけど、スタンプは本当に許せない。ガチ喧嘩でしょ。ガチ喧嘩だと思うよ。ガチ喧嘩じゃなかったらスタンプでいいけど。なんかあった？いいの。ちょ、みんなね、早いんだよ。そうね。ごめん、ごめん。今度ジュースおごるわ。あー、ジュースね、おごるね。今ごめんって言ったら許してあげる。逆に？逆に？あ、これいい。申し訳ございませんでした。お詫びいたします。それ素晴らしい。これが一番いい。これ女子力ないけど。あ、 LINE だからね、動画とか使うのいいかも。動画で謝る。いや、再生するのめんどくさくない？再生するの。そうね、なんだろう。え、かわいい。オムライスにごめんって書いてシャンベ送るだって。すげえ、かわいい。それかわいい、それかわいい。みんななんかさ、だんだん大喜利になってない？これいいんじゃない？え、これなんか選んで新井さんが言ってくれるんでしょ？そうなんだけど、言ってよ。村見が悪かった、ごめんね。あー、そうね。え、まずそれ言ってみようよ。許してくれるまで、ね、一回オソドックスな。違うでしょ、最後にこれ決めるんでしょ。あ、そうなの。そう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 。プロフィール写真を土下座にしてこれは精神誠意こもってるわ。面白い面白い。プロフィールを開いた時点からもう、あ、もうこの子も謝る気満々なんだな。面白い。あ、素晴らしいね、これ。それいただいた。いいね、プロフィール画像変えるのっていいね。今あなたの後ろにいるの。それも怖い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 。ねえ、ね、I'm sorry。 出た、テールランプでごめんなさい。何何テールランプ、懐かしい。ジェネレーションギャップ。何テールランプ、何テールランプって。ドリカム、ドリカム。あ、ごめんなさいってこと。こう愛してるのさ。バイク乗ってねえな。いや、バイクじゃない、車か。あ、ボイスメッセージとかね。ポケベルでごめんねだから、現代現代。え、知ってる知ってる。愛してる。あ、 LINE でね、 LINE ですからね、皆さん謝るの。 CD あげるから言う。CD あげるから。はい、それではそろそろお時間です。あれさん大丈夫ですか？はい、決まりました。そうです。はい、じゃあ何、これどうやって振ればいいの？うん、じゃあ、え、これ一言言ってもらえばいいんですか？はい、それでは新井さんが、あの、一番女子力が高いと思った一言まで、3、2、1、ほい。まなみが悪かった、ごめんね。で、打ちます。怖い。でも普段の新井さんから見たら、自分でまなみって言わないもん。うん、超嬉しいかもしれない。家だとお姉ちゃんだけど。かわいい。今の動画欲しい、私。後で YouTube に上がったらそれ
切り取ってもらってください。切り取ろう。いやでも家でもまなみって言わないからな。面白いね。まなみって呼んでくれる人がマジで日本の中で国内で何人いるかって。まなみ言わねえだろ。言われた。新井さんかマーナでしょ。基本新井さんが多いけど。そう、まなみはねファンの人も何人、はい、何人ぐらいしかいない、うん、3人とかそれぐらいしかいない。じゃあこれを機にもともとこのコーナーでね、女子力アップアップさせて、そうですね、参考に女子力アップさせていただきたいなと思います。頑張ってください。はい、というわけで以上、新井まなみの乙女力アップアップ大作戦でした。イエーイ。では関根さんにお返しいたします。じゃあ、いっちゃって大丈夫ですか。はい、それじゃあ私のコーナーに行きたいと思います。せーの、関根あずさのいい感じ知恵袋。なんでせーのっつったの。なんかね、合図送った方がいいかなと思って。じゃあこれでしょ。あ、そう、これやね。あなたそこは守って。はい、このコーナーは私関根あずさが見ている皆さんの様々な相談に、あのヤフー知恵袋よりいい感じの回答をお出しします。なのでとっても明日から役立つ実用的なコーナーです。はい、では皆さん相談をどうぞ。カモン、ね、ちょっとな些細な相談でもいいよ、返してあげるから。明日の神みたいな言葉を。明日のご飯は何がいいとかそういうのでいいんだよ。みんな仕事が日々増えていって辛いです。いや、これは自分が今認められてて与えられてるって考えればいいんだよ。うん、マジです。マジです。雨が降ると濡れてしまうんですが、これは本当に思う。私的に全身傘欲しいもん、本当に。明日誕生日ですが誰も祝ってくれ、あ、今日誕生日ですが誰も祝ってくれません。嘘、おめでとう。今爪切っていい、いいよ、ただし右手だけね。眠い時どうしたら。眠い時は、眠い時眠くない時じゃないか。眠い時なんか辛いもの食べればいいんじゃない。寝てよ。エアコンが壊れました。これからの季節大変だよ。頑張って。忘れ物が多いです。どうしたらいいですか。忘れ物は本当に関根最近忘れ症だから、これはちょっとごめん、わかんない。古川小夏の教えは、あ、でもあれだよ、手に書くといいよ。関根手書いても忘れちゃうんだけど。ダメじゃん。本当にラーメン食べたいっす。行こう。テスト期間中なのに勉強のやる気が起きません。おー、それはちょっと関根も一緒。いや、マジ学生じゃないけど本当に勉強嫌いだから。今あれか、あのね、それはね、もうどうしようもない。あの、好きなもの食べながら頑張るか、好きなものを目の前に置いて頑張るかだよね。でもアプガに会う日を楽しみにしながら勉強して、ね、若い子と話が通じません。それはもうしょうがないよね。あれだよ、あの、ツイッター見るなり、LINE、見るなり、インスタ見るなりでネタをゲットしてください、頑張ってください。お父さん、はい、うちのお父さんもなんか最近インスタを見出したっていう、そう、ちょっと可愛い出来事があるんです。猫が太ってしまった。お、走って。サホさんの数の数え方教えて。あ、びっくりマークの数の数え方。え、数の数え方、数ずつ数えればいいんじゃない。違うですよ、どういう基準で数入れてるのかってことじゃない。どういうこと。だからこれに関しては何個入れようとかそういう感じ。あ、でもないと思う、ね、普通にあの埋めるだけ。そうそうそう、あずな、なん、初めてのミーグリ緊張しています。おお、頑張って。大丈夫だよ、怖くないよ。初めてのミーグリ、あのリハーサル結構真剣だけど怖くないよ。EU 離脱について一言。いや、すごいよね、本当に。EU 離脱さ、最近そう、お父さんから教えてもらったんだけど、離脱しちゃうだけですごいんだね。でも離脱した側ってすごい面倒くさくなるんだよね、いろいろとね。すごい、頑張って。内容のない返事をするなら、なぜそんな質問を拾った。いや、本当に EU 離脱は最近覚えた言葉だから、これはマジで。痩せたい。口内炎痛いって。仲間いるよ。口内炎でここに過ぎてできてるからね。でもね、口消毒液やるしかない。女の子の一番好きな髪型はだって。うん、巻き髪。ってことはロングですね。うん、すごいね。貞子 VS 加代子見る？見ない、絶対見ない。見ようよ。素直に夢に出てくる人だから本当に無理なんだよね。見ようよ。ダメ終了。イエイ。皆さんどうでしたか？しなりましたか？いい感じに。 EU のはちょっとなったっていう。 EU は本当にこれ皆さん見た方がいい。見てるか。見て
るか。すごいよね、こんな時期に離脱しちゃうなんてさ、国もね、思い切って行動するよね。こんな時期というか、離脱するだけでとんでもないことになっちゃうからね。本当に簡単に国に行けなくなるっていうね。ここで真面目な話をしない方がいい気がするので。あ、そうですね。うん。じゃあそれでは私のコーナーは以上です。ありがとうございました。はい。それではエンディングです。今日もたくさんコメントやアイテムでのご参加ありがとうございました。それでは現在のランキングを確認していきたいと思います。はい、3位。3位。マックさんかな？マックさんでいいのかな？マックさん。マック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 さん、はい、ありがとうございました。オイラのアバターだ。かっこいい。かっこいい。そして2位、シール軍団3号さん、ありがとうございます。そして第1位。第1位が？いや、むせた。第1位は、アレクさんです。ありがとうございます。さあ、アレクさん、いつものやつ、どうぞ。振りが雑。はい、1位の人に。希望を聞いて、どっちがいいか希望ください。どっちにありがとう言ってほしいか。ちょっと周りの皆さん待っててね。アズにサメを倒しながらありがとうって言ってほしい。いいよ、それではどうぞ。飲んでね、飲んで。アリさん、ありがとう。バイバイ。終了。本当にサメは勢いが大事、早いからね。こっちも勢いが大事だから、うん、掴んで刺す。ここ、掴めるかどうか、あまり時間かけないで一気に行きましょう。はい、ということで、アップアップガールズカッコ仮のお知らせをしたいなと思います。はい、じゃあまずあれですね。何？あ、そう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 。はい。逆だっはい、7月3日に ZEP ダイバーシティ東京にて ZEP ツアーのファイナルが行われます。はい、ファイナルにふさわしい内容盛りだくさんとなっております。あのね、あれダメだ、言いそうになった。ダメ。レーザーもすごいし、はい、スペシャルゲスト来るし、はい、で、だし、この前はミートアンドグリードもまだまだありますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、よろしくお願いします。チケット間もなく売り切れで、はい、そして武道館のチケット、プラチナチケットも特典がたくさんあるチケットを販売しますので、はい、詳細は金曜日にすべてお出ししますので、うん、はい、ぜひぜひお待ちください。お待ちしております。さっ、じゃあ続きは新井さんどうぞ。はい、そうですね。そして、私たちの大事な単独ライブ、ね、2016年11月8日、うん、日本武道館での単独ライブが決定いたしました。もうあと133日しかありません。もうね、打ち合わせもしたりしてるので、ぜひぜひ皆さん拡散の方をよろしくお願いします。お願いします。はい、そして、ででん。6月30日、下北沢ガーデンにて、ガチャリックスピンさんとの対バンがございます。はい、もちろん。あと2日後ですね。はい、もちろんコラボも。そうですよ。あったりしますので、ぜひぜひ、もう熱いライブになること間違いないですね。うん、楽しいですからね。ぜひ遊びに来てください。おはようさん。おはようさん。そして、はい、グッドバイブレーション。はい。そして、7月13日は渋谷 WWW にて、ザ・稲妻戦隊さんとの、対バンが、はい、しております。こちらもチケット、もう販売しておりますので。してます。ぜひ、お待ちしております。大人げない大人たちっていう題名がついて、ちょっと面白い感じに、はい、なればいいなって思います。はい。本当にあの人たち大人げないから。でもそういう方々がいいですね。はい。はい、そして、今年もですね、やってまいります。アップガの夏2016。すごい。これ以外にもまだまだたくさんイベント決まったりしてますので、決まり次第発表していきたいなと思います。まず今近いのはこれですね、アイドル横丁夏祭り。もうタイムテーブルも発表されているので、詳しくはメンバーのツイッターだったり、アイドル横丁夏祭りさんのツイッターもあるので、うん、そちらチェックしていただいて、はい、アップ側ね、夜のステージはこれ7月2日か、夜のステージはアワーパーティーしますので、イエーイ、ぜひぜひ来て遊びに来ていただけたらなと思います。タイムテーブルも出てるので、はい、ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。そしてこれ大事だね、明日、ノッティビーの、サービスが終了してしまうんですよ明日、うん、でそれで24時間生放送というものをやりまして、その中の千秋楽がおっぱじまる縁も竹縄の TV まるっと5時間ライブに、私新井まなみが出演させていただくことが決定しました。いってらっしゃい。ありがとうございます。頑張って。はい、これね、うん、
もう MC は千原ジュニアさん、堀潤さん、そして福田萌えさん、でゲストの方々もなんとも豪華な、はい、雨宮さんだったり、うん、アンガールズの田中さんとか、うん、こっちのコカドさんとかね、うん、本当にたくさんの方が出たり、そしてあの同じ事務所からはキッカも出ますので、はい、ますね、ぜひあの NOT TV 契約されている方はぜひそちらご覧ください。お願いします。そしてその NOT TV つながりでですね、はい、じゃじゃん、じゃん、大事です。私たちが、私新井まなみがダブル主演を真剣佑さんとお務めさせていただいた、の TV ドラマ桜咲く、これ見えないな見えないな、見えてる見えてる、大丈夫大丈夫、あ、見えた、大丈夫、 TV ドラマ桜咲くが10月に DVD 化決定しました。はい、やっとやった、やっとやっと、はい、セッキーも出てます。はい、あのあらすじはさっきセッキーがハイスパートトークで言った通りでございます結構そう、大まかに話しちゃったけどね、半分のストーリーで、もう半分マッキーユンさんたちがやってる、あのキッカーたちがやってるストーリーもありますので、うん、ぜひ10月 DVD 化、なんか DVD 化するならリリーブやりたいねっていう話もしてるので、うんうんうん、ぜひ皆さん、うん、10月お楽しみに、楽しみに。そしてもう一個だけ、うんうん、はい、7月29日フルコーラス、音楽はフルコーラス in 日本武道館という、日本武道館でやるイベントに出演させていただきます。はい、あの同じ事務所からはアンジュルムとか、うん、ジュースジュースも出たりするので、他にもフランプルさんとか、うん、豪華な、はい、方たちと一緒にライブさせていただきますので、皆さんぜひぜひぜひチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてアップアップガールズかっこかりん、はい、の公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも毎週火曜日22時からショールームで生配信、はい、ぜひこちらでもご参加ください。次週の戦場カッコカリ見逃さないためにご覧の皆さんもハートマークをクリックして、うん、こっち、あれこっち、あ、こっち、ハートマークをクリックしてお気に入り登録をお願いします。ということで無事にもう終わりが近づいてきましたが、あららら、多分過去一カスパートトーク順調にいけた。おお、そうなんだ。ですよね。あ、3000超えました。イエイ。ありがとうございます。嬉しい。本当に。え、これ全部なかなかやりきったことないよ。あ、本当に。うん、今回良かったんじゃないですか。嬉しい。合格？すきた。イエイ。あ、待って、タワー来てる。お、カニさんからタワー。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は2本立ちました。嬉しい。うん。ありがとうございます。ね、テンポ良かったね。テンポいいコンビですね。イエイイエイ。よっしゃ、関根がテンポいいコンビに入れた。そうだね、私のアシストの書きかな結構それあると思います、はい、でそれでは皆さん、はい、今日もしっかりとお風呂へ入ってご飯もこれから食べて、うん、これから食べたらちょっと太るかな、これからちょっと太るね、うん、ささみがいいかもしれない。でも関根はこれから食べたいなと思いますできればカレーを食べたいなと思います、うん、はい、なんか夕飯のおすすめありますか。夕飯のおすすめは、私は最近8時以降は何も食べないっていうのをちょっと意識してるので。どうしたの。違うんだよ、ここがねビヨーンってなっちゃうからそう、ちょっとね気にしてるんです。かわいい。何、じゃあそんなかわいい新井さんでバイバーイ以上アップアップガールズかっこかりでした。バイバイ、おやすみ、おやすみ、ありがとうね。